ソーラーカー。ソーラーカーは、太陽電池を電源とし、電気モーターで走る自動車である。ソーラーカーは講義には、太陽光エネルギーだけで動く、電気自動車を言う。この定義では末置き式の太陽電池から、電源の供給を受ける場合を含む。さらに広く、水力エネルギーや風力エネルギーも自然界で、太陽エネルギーの変換で生じたもの、太陽エネルギーの変形とみてその電気で、 電気自動車を動かす場合も含めて考えることもできる。一般的にはソーラーカーは従来のガソリン自動車の基本構造に電気自動車と太陽電池の技術を組み合わせた自動車のことを言う。これを整理するとソーラーカーには次のような種類がある。実際には太陽電池から走行用電力を得るが補助的に不足分の電力を商用電源等から 賄えるようにしたものもしばしばソーラーカーと呼ばれる。競技には車体に搭載した太陽電池のみで必要な電力を全て賄うものを指す。ソーラーカーは太陽高度、温度、雲、樹木、電柱などによる影などの影響を受け太陽電池モジュールの出力が変化するため太陽電池と電気モーター以外にソーラーカーには 太陽電池モジュールの電圧を負荷に合わせて調整するための最大電力点追従回路、マキシマムパワーポイントトラッカーや停車時など太陽電池で発電した電気エネルギーを貯めたり、道路のアップダウンに対応するための電気エネルギーの過不足を補うための蓄電池が搭載されている。これ以外にも蓄電池の電圧、電流、積算電流量などを監視、制御する。 制御装置などが組み込まれている。石油枯渇問題の啓発、地球温暖化の抑止を広めるためのキャンペーンの題材や太陽電池の技術開発をテーマとした競技などに使われ、しばしば注目を集める。車体に搭載できる太陽電池から得られる電力は、最大でも2000ワット程度以下、イコール3馬力以下と限りがあるため、車体設計のみならず、 制御回路やバッテリーの運用などを含めた効率的なエネルギー入り技術が求められる。日本国内でナンバープレートを取得して行動を走れるものとしては日本テレビ系列 NNN で放送されているザ・鉄腕・ダーシに登場する中古系自動車8代目ハイゼットのソーラーカー改め車団吉やトヨタのラライが知られている。団吉は 電気自動車に対してソーラーパネルを取り付けたものであり、走行電力のほとんどがコンセントからの充電によるもので電気自動車に分できる。近年では太陽光と風力から電力を得る市販品、ベンチュリ社のイクレクティックも登場している。ソーラーカーの最高速度のギネス世界記録は2014年に日本のレーシングドライバー篠塚健次郎が記録し、 時速 91.332km である。太陽光を動力として走行する車両の概念は古くから存在した。半導体による光電変換が実用化されていなかった当時は、太陽光の利用法は太陽熱を利用する方法で、いくつかの方法が各国で試みられ、太陽熱を限られた面積で利用するためには、放物免許やレンズのような就航装置が不可欠で、 作動流体には水やアンモニア等の沸点の低い物質が用いられた。また低温の差で作動するスターリングエンジンを利用する方法もあった。これらの方法はいずれの実用性にはほど遠く、研究も下火になった。その後、第一次オイルショックが起きると太陽光の利用が脚光が浴びることになった。20世紀後半になると人工衛星等、用途は 限定的ではあるものの半導体による三置き電力を利用した太陽電池徐々に実用化されつつあった。太陽光を電力に変換して動力として走行する自動車の概念はすでに1950年代から存在した。1955年、シカゴで開催されたゼネラルモーターズ社によるではセレン光電池から発電される電力で走行する全長約40センチメートルの 模型自動車産モービルの走行が実演された。これは後に、実物大のソーラーカークワイエットアッチバーによって、オーストラリア大陸をよこすハンストストラップと、パートナーのラリー・パーキンズに影響を与えることになる。1982年にクワイエットアッチバーによる、オーストラリア大陸の横断に成功した、ハンストストラップは1987年に、ワールドソーラーチャレンジを開催する。 以後このレースは世界中のソーラーカーレースの最高峰として注目を集め、最先端の技術が導入され、各国のチームがしのぎを削る舞台へと発展し、現在に至る。近年では地球温暖化や山西部、大気汚染等で環境問題への関心が高まり、太陽光は豊富だが、それまでは開催されなかった南アフリカやチリ等でも開催されるようになり、 ソーラーカーレースの開催地も徐々に増えつつある。一方、日本国内でのレースの開催状況は1990年代に一時的に関心が高まり、各地でレースが開催され、大学や高校を含む参加者により森上がを見せたが、一部のソーラーカーレースで事故が起きたことや不況により、経済状況が悪化したことも重なり、徐々に下火になり、住宅用太陽電池の普及などで、 太陽電池の価格が下がりつつあり、以前よりも参加しやすくなりつつあるにもかかわらず、大学や高校などの教育機関でも活動は、以前よりも下火になり、現在では、定期的に開催されるのは、秋田県のワールドソーラーカーラリーと重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで開催される、ドリームカップ鈴鹿島、少数に止まる。レースで用いられるソーラーカーの場合、 太陽電池の電力を最大限に利用するために下記のような技術が求められる。ソーラーカーは航空機工学、自転車、代替エネルギーや自動車産業に使用される技術が組み合わされている。大半の競争車とは異なり、ソーラーカーはエネルギーがレースの規則により厳しく制限化せられた設計である。これらの使用できるエネルギーは制限され、 太陽光からだけのエネルギーが使用できるが、完全充電済みの蓄電池で走り出す。いくつかの車両のクラスでは人力を認めている。その結果、空気抵抗を考慮した最適化された設計や、車両重量や転がり抵抗や電気効率が極限まで高められている。また、走行によって車体に揚力が発生する構造の車両もあり、揚力が発生すると転がり抵抗は減るが、 空気抵抗が増えるのでトレードオフの関係になる。また、車両が置くことにより高速走行時の走行特性が不安定になる。今日最も成功した車両の傾向として、翼のように曲がった車体に太陽電池が張られ中心部に小型の風防が位置する。三和式である。以前はゴキブリ型が滑らかな先端からパネルにつながるものがよりこうした。安全上の観点から。 レギュレーションの改定により、かつて運転席が前輪よりも前方にあった車種は姿を消した。また、着座姿勢の角度も以前よりも起き上がった姿勢になり、ロールケージが強化された。電気システムは電力の入りでを制御する。静止時や低速時や下り坂で走行するときに余った電力を蓄電池に蓄える。ソーラーカーは鉛蓄電池やニッケル水素電池や、 ニッケルカドミウム蓄電池やリウムイオン電池やリチウムポリマー電池を搭載する。電気システムに最適化されたパワーエレクトロニクスが使用される。最大出力点追従装置が太陽電池から発電電が最大となる電圧で電力を取り出す。太陽電池の出力は太陽の照度や気温によって変化する。蓄電池監視装置は過充電にならないように保護する。 電動機制御装置は電動機の処毛の出力を制御する。多くの制御装置は減速時に蓄電池に電力を戻す回生ブレーキを備える。いくつかのソーラーカーは電気システムを監視するために複雑なデータ取得システムを持つ。基本的には蓄電池電圧や電動機の電流で、さらには太陽電池の発電量と消費電流を判断でき。 石算電力系で蓄電池からの電流を乗算することでその時点での状況下での航続距離を表示する。幅広い形式のモーターが使用される。最も効率が高いものは98%以上である。これらは無整流参照直流ホイールインモーターでネオジム磁石とリンチ線が巻かれている。より安い非同期交流モーターや整流子、直流モーターも使用される。 機械システムは振動を抑えるとともに強度と剛性を確保するために最小重量となるようデザインされる。設計者は極めて軽くするという要求と強度や合成を兼ね備えるような構造を与えるため通常はアルミ合金、チタン、複合材料を用いる。鉄は多くのソーラーカーではサスペンション部品などに用いられる。 ソーラーカーは通常は3輪であるが、4輪のものもある。3輪車のフロントは2輪、リアは1輪を持ち、前輪で方向を変え、後輪は駆動輪となっているものが多い。4輪のソーラーカーは、普通の乗用車のようなものか、後輪2輪が互いに接近した3輪のソーラーカーと、同様なホイールレイアウトとなっている。ソーラーカーは、ボディと車種が変化するのに対応するため、 広い可動範囲を持つサスペンションを持っている。最も一般的なフロントサスペンションはダブルウィッシュボーン式サスペンシンである。リアサスペンションはオートバイに見られるトレーディングアーム式サスペンションが多い。ソーラーカーは厳格な基準を満たすブレーキを備えていなければならない。ディスクブレーキは高いブレーキ能力と調整能力のために最も一般的に用いられている。 機械式と油圧式ブレーキは両方とも広く使われている。トップレベルのソーラーカーではブレーキパッドやブレーキシューは最小なブレーキ抵抗になるように引き込まれるように通常は設計されている。ソーラーカーのステアリング装置は多様である。主な設計要素は効率、信頼性と最小のタイヤの摩耗と力の損失のための精密なアライメントである。 ソーラーカーレースではタイヤ製造会社によってソーラーカー用に設計されたタイヤの使用を推奨されている。これは総合的な安全と性能の向上をもたらしている。今ではすべての上位のチームは駆動ベルトやチェーンを配してホイールモーターを使用する。試験は実質的にはレースの前の信頼性の実証である。数百ドル注ぎ込んで2時間の優位を得ることは 容易だが同様に信頼性により2時間失うことも容易である。太陽光から電気へ変換する太陽電池アレイは数百枚または数千枚の太陽電池セルから構成されている。ソーラーカーは様々な太陽電池技術を使うことができる。具体的には最も一般的な多結晶シリコン、単結晶シリコン、ガリウムヒ素である。 太陽電池セルは互いに結線されて一列となり、この一列がさらに結線されて太陽電池モジュール、太陽電パネルを形成する。太陽電池モジュールはバッテリーの定格電圧と近づくよう、要太陽電池セルを直列接続している。主な目的はできるだけ多くの太陽電池セルをできるだけ小さなスペースに収めことである。設計者は天候と破壊から 太陽電池を保護するため風刺する。太陽電池アレイの設計は、太陽電池セルの束イコール太陽電池モジュールをさらに多くつなげることである。太陽電池アレイは多くのとても小さい電池のすべてが直列に接続されたもののように働く。問題であるのは、もし一つの太陽電池セルが影に入ると、その太陽電池セルが整流ダイオードのように働き、 全体の電流をブロックしてしまうことである。これに対処する設計を行うために、太陽電池アレイの設計者は、働いていない太陽電池セルの周囲を電流が迂回できるように、太陽電池セルの列の小さな部分に並列にバイパスダイオードを接続する。他の考慮すべき点としては、バッテリー自身が逆方向に電流を流せることである。これを防ぐために、 各々の太陽電池モジュールの端に逆流防止ダイオードを挿入する。太陽電池アレイによって生み出される出力、電力は天気の状態、太陽の位置そして太陽電池アレイの能力に依存する。改正の正午において良い太陽電池アレイは 2kWh を超える電力を生み出ることができる。変換効率が20%で 6m の太陽電池アレイは ワールドソーラーチャレンジの典型的な1日の間に 6kWh 程度のエネルギーを発生する。空気抵抗はソーラーカーの主な走行抵抗の原因である。車両の空気抵抗は空気抵抗係数前方投影面積 CA であり、大半のソーラーカーの前方投影面積は0.75から1.3メートルである。C1 は トップレベルのデータで0.10が報告されているが、実際的には0.13程度のものが多い。中級車が作ったソーラーカーでは0.15から0.2程度になる場合もある。ソーラーカーの重量は重要な要素である。軽量な車両は転がり抵抗を軽減でき、小さいブレーキと少ない構造部材で製作できる。これは軽量車両の設計における 循環論法である。転がり抵抗は適したタイヤを使用、適正な圧力、適切なアライメントと車両の軽量化により、最小化できる。ソーラーカーの設計は、以下のエネルギー方程式で与えられる。これは、扱いやすい、パワー方程式に、簡単化することができる。長距離レースにとって、これらの値は、実験的に求められる。ここで、左辺は、 ソーラーカーへのエネルギー入力、バッテリーと太陽からのパワー、右辺はベースルートに沿って運転ために必要なエネルギー、転がり抵抗、空気抵抗、勾配抵抗、そして加速抵抗を示している。この式の速度、V を除いてすべての値は推定することができる。これらのパラメータは以下を含む。中 1WSC において太陽電池の平均出力は 定格出力の7、9として禁止できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。